青木治列島民族で逃逃げ回る TBS 社長も逃亡青木さんが12日に配信されたポリタステレビにおいて日本人を列島民族呼ばわりし同席されていた津田大輔さんも爆笑した事件に関してフラッシュが青木さんに対し取材したところ取材は受け付けていませんなどと逃げてしまい批判が殺到し大炎上してしまっております。さらににこの事件に関して 25日に TBS の社長が記者会見にてわれわれが放送する番組以外の発言だそれに関してのコメントをこの場で申し上げるのは控えたいなどと逃げてしまいこちらにも批判が殺到し大炎上してしまっております TBS の報道局長は報道で存じ上げている本人に直接話を聞いてからの判断になる そういういいプロセスにはまだ進んでいない他の番組での発言で真意を図りかねる現段階でそれをもって起用し続けるかどうかは早急だと考えているなどと説明されておられますが、まあ、こちら青木さんはこの差別殺害の後も TBS のラジオ番組などに出演されてしまっておられることが確認できますがこの事件に関しては国会議員からも 極めててて差別的などとの批判が出てしままっております青木さんこのような列島民族呼ばわりもまた取材から逃げる行為もみなし個人としてありえない暴挙であると言わざるを得ませんがこの状況では青木さんの主張はすべてブーメランとなりますので今後コメンテーターとして活動するのは 難しいのではないでしょうか、まあ、少なくとも公共の電波に載せられる存在ではないでしょうまた TBS などが青木さんを出演させ続けるのであれば同罪だと言わざるを得ません番組に CM を出している企業にも確実に飛び火するものと思われますので青木さんにはまずは潔く暴言を撤回して謝罪し また、この事件に関して取材も受けていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。